カフェはクリーンルーム設計の Java 仮想マシンである。Java プラットフォームの実行環境を提供するのに必要な Java プラットフォームスタンダードエディションの API とツールのサブセットを備えている。他のフリーな Java 仮想マシンの多くと同様、カフェはクラスライブラリーとして GNU クラスパスを利用している。カフェは商用実装の仮想マシンよりも非常に性能が悪いが 小型で移植性に優れている。3マイクロシステムズのリファレンス実装の JVM に比較するとカフェは非常に小型であり、組み込みシステムにとっては魅力的である。様々なマイクロプロセッサ向けにジャストインタイムコンパイル方式を実装しており、70以上のプラットフォームに移植されている。組み込みシステム向けのスパー派から、 IBM のメインフレームシステム Z までカバーしていて、PlayStation 以上でも動作する。カフェはフリーソフトウェアであり、GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされている。世界中のプログラマによって開発されている。開発者はメイリングリストの他に、ircirc.freenode.org のカフェチャンネルで会話することが多い。 カフェとは、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語で、コーヒーを意味する。ジャバが、ジャバコーヒーに由来していることから、この名称が選ばれた。ありがとうございます。